どうもこんにちは。今日はよろしくお願いします。日本語で失礼いたします。会計士の尾崎真由美と申します。よろしくお願いします。今日は会計士の目から見たレストランビジネスを始めるにあたって数点ちょっとポイントをお話しさせていただきたいと思います。まずレストランを始めるにはシェフが必要だとか、あと、ロケーション、そしてコンセプトだとか、ビジネスプランが必要だと思います。そしてビジネスプランが決まりましたら労働ビザを取るなどの移民関係 の、 手続きが始まると思います。そして移民関係 の、 書類だとか通過して全てクリアになりましたら、あとは会社の形態をどうするかということに直面するかと思います。でアメリカには、日本と似てるところもあるんですけど、株式会社 LLC、 あと個人事業という、大きく分けて3つの形態があって、パートナーシップもあるんですけど、で一番、代表的な株式会社というのが伝統的で、そしてあとビザの関係にもスポンサーになることができるので、株式会社が一番大事だと思います。で株式会社には2つ種類があって、 C コーポレーション、あと S コーポレーションという2つの種類があります。C コーポレーションというのは、コーポレーション自体が法人という個人と切り離された納税者になります。だから個人の財産を守ることができるとか、あとそうですね、あと信頼が保たれる、あと伝統的で従業員を雇うにしても規模が大きくなるということに関しても全てカバーできるので、 C コーポレーションというのが一番注目すべきな形態だと思います。で特に来年から税法が変わりまして、新しい 大統領によって、で税率がぐんと下がるんですね。 21% になって、一律 21% という安い税制になるので、 C コーポレーションはとても魅力的な形態だと思います。そしてあとよく言われるデメリットが二重課税ということでよく言われるんですけど、それはどういうことかというと、利益が出た場合社長様に対してお給料が払われるということ、あと配当金が払われるということで、2つの収入になって、2つの収入から二重に課税されるんではないかということになります。しかし二重課税のことはありますけど、それは個人レベルで節税をすればいいのでどうにかなるレベルかと思います。次に S コーポレーション、これはアメリカで永住権を持っているとか、あとアメリカ人とか、あとビザを取った場合も税法上居住者となる場合は S コーポレーションとても優れた形態と言えます。なぜかというと、コーポレーション、 C コーポレーションのように個人と財産を個人の財産と切り離された上で利益がパススルーといって、個人の確定申告の中で税金を払うので、これはパートナーシップとコーポレーションのいいところを2つ合わせたという意味で、S コーポレーションもとても優れた形態と言えます。次に LLC、 LLC というのはよく聞く形態なのですけど、これもハイブリッドということで、LLC 自体は税金を払わなくて、先ほどの S コーポレーションと同じなんですね。で
利益が出た場合パススルーといって、やはり社長様の確定申告の上で利益に対して税金を払うので二重課税を防ぐことができる、またはハイブリッドと言われる意味には LLC はパートナーシップになったり、あとコーポレーションのようになったり、あと個人事業のようになったり、税法的にいろいろな形態で税金を払うことができるので、とても融通の利く形態と言えます。会社ができた後に大事なのがビジネスライセンスを取得する。ちょっとここには載ってないんですけど、手順としてはビジネスが決まったらビジネスライセンスを取得する、そしてレストランの営業許可を取得する。これらはカウンティ、マイアミでいうカウンティだとか、あとフロリダ州のレベルによって違ってきますので、それらの、ペーパーワーク書類などでライセンスを取得する。そして次に大事なのが従業員を雇うということになります。従業員を雇うとアメリカの場合給料から源泉徴収をして税金を取って、そして政府に納めるのですけど、その辺は日本ともあまり変わらないかと思います。でフロリダ州の現在の最低賃金は時給 8.25 ドル。これはアメリカではどちらかというと、どちらかというと低い方に入ると思います。そして、あとレストランでちょっと特徴があるのが、レストランはチップがあるんですね。で、チップは最終的には、従業員の、収入になりますので、チップを考慮すると時給を下げることができるんですね。そのチップの収入とあと時給を合わせてお給料というふうに計算することができるので、だからその場合の最低賃金は 5.23 ドルというそれくらい低く設定できます。そして源泉徴収をして従業員にお給料を払って、そして源泉徴収した税金は3ヶ月に1回税務署に納税します。そして年末に源泉徴収票を従業員に渡す。そして従業員が個人の確定申告をして、そして、レストランは法人税の申告をします。あと税金でレストランで発生するものとしては消費税があります。こちらは英語でセールスタックスというんですけど、日本語で消費税で、これはレストランで大体の場合毎月お客様から集めた消費税を州の方に払います。そしてあと大事なのが地域によって、マイアミでは例えばマイアミビーチの方に行くとリゾートタックスだとかもうちょっと高くなるんですね、税金が。でダウンタウンはリゾートタックスないんですけど、ビーチの方に行くとリゾートタックスがあったり、あとビーチの方に払う市の税金があったりするので、それがちょっと税金が増えるといえば増えることになります。大体今言ったのが大きな流れになります。何かご質問がありましたらお願いします。同じ、概要的にはですね、このスタイルシリーズの54ページ55ページの方にも記載はしております。でも、もうちょっと具体的なですね、質問等ございましたらぜひこの機会にご質問いただければと思います。今の賃金のところで、ミニマムウェージ 8.25 で、チップがあるところは 5.23 というところだったんですけど、テキサスの場合だと、チップがもしも低い場合は、逆にフェデラルまでは、どうしちゃダメとかっていうのがあるんですけど、そういうのもあるんですか？
彼も今 5.23、チップがあれば 5.23 って言ってますけど、でもチップがもし少なくて、フェデラルまで行かない場合は、フェデラルまで出さなきゃダメだっていうのがあるって聞いたんですけど、そういうのは、そうですね、それ一緒らしいですね。はい。他は何か具体的な質問とか。実際そのローカルルールみたいなのが、ね、ありますから、特にその確かに僕らもホテル泊まるとリゾート取れてとかね、結構あれどれぐらいでしたっけ、取られますよね、すごい痛いとは思うんですけど、ですからまあそういう意味ではこう内陸側の方がまだマイルドなのかな、モデレートなのかなとは思いますし、ですけど結構前あのフロリダはね、あのなんていうんですけど、その所得税はないですから、まあ、あのテキサスは両方ないですかね、法人税もないんだと思いますけど、その州ですね、ですからまあそういう意味ではその節税のメリットはあるんだとは思いますけど、まあ、その分あの観光客から接種がですね、フロート税ですとか、あとあの道の至るところにこう課金システムがあってですね、そういうところともやってるので、ですがその例で税収を持っているので、まあ、テキサス同様ですね、非常に健全というか、あの要は文句の言わない観光客から税金を取っているということが、まあ、特徴的な、消費税はもちろんあります。消費税はあります。マイアミは 7%、あ、マイアミは 7% です。隣のブロワーは 6% です。ブロワーは 6%。ですから、あの非常にフロリダ州はやテキサスを意識して、テキサスが負けないようにで、そういうのも将来的にはその、そちらの方の税金もなくする動きはありますね。テキサスってのは、国民産税がそういうのがありますか？10%。それでなんか、あくの税金が、どちらかというと国民産税が高いので、その他に所得税がないのと、あとあの法人税も、まあ、5% 一律なのでそんなに高くはないです。であのテキサスと似てるのはやっぱりあのガバナーってなんて言うんですかね、日本語で州知事があのブッシュだったのでそれこの昔だから似てるのかと思います。はい、レッドセーブのですから、あの税金が低くということと、あとやっぱり保守的なんですかね、なんで、はい、そのやっぱり観光で潤ってるので、その分、新しい人に来てもらいたいというのは、まあ、確かにですね。企業ですね。そうそうそう、企業とか個人でそういう説明しないと、こっちから来てやってるっていうのが、まあ、実際ですね。カリフォルニアはそういう意味でちょっと新しく伸びるところと、まあ、昔からこう下がってるところの違いですかね。ご紹介させていただきます。